っちゃんでーす。山川健さんと森勝さんです。はいさい、はいさいということでね、これはいさいということで沖縄の方をですね、2024年の、まあ、初っ端から、満喫の方させていただいてるんですけども、まあ、そちらが、旧社会イベントの琉球から、片川サービスさんの方でこうツーリングの方を開いていただいて、最後にですけども、片川サービスさんの素晴らしい技術の方が、たくさんありますので、そこをちょっとお店の方来ております。ジャジャン。ということでね、沖縄ならではのところも、ちょっとありますので、お店の方を取材させていただいて、皆さんのこう活産ポイントの、ところになっていただければなと思いますので、ちょっとお聞きし、あ、そうですね、お店の取材の方行かせていただきますか。ちょっと行きますか。行きましょう。行きましょう。続いての質問をさせていただきたいんですけども、はい、最近サタビエルザさんとかでもこうペケジェ乗ってて、かなり僕もなんか上がってるようなイメージがあるんですけど、やっぱペケジェの人気っていうのは昔に比べると人気度みたいなどうなんですかね今。やっぱサタさんが YouTube で紹介して、はい、やっぱ認知度っていうか、はい、要は人気がなかった地域によって全然ペケジェ自体が走ってない地域もあるみたいなんですけど、はい、やっぱ笹さんのおかげで、はい、ペケジェがね、はい、あ、いいじゃんペケジェ、はい、って感じで購入される方とか増えてるっていうのは聞きました。やっぱそうですね、はい、乗りたての人とかで音とかやっぱ気になる人が多いじゃないですか、はいはいはい、そんな中やっぱ400と550とかだとやっぱ音っていうのは違うんですか。全く音質が違いますね、やっぱり、はい、違いますね、はい、ちなみにあったりしますか。あります。やっぱ間違いないですね、ペケジェといえば。ペケジェといえばありますからね、はい、じゃちょっと400からちょっと音の方を聞かせてもらいたいんですけど。そうですね、ちょうどプロトタイプの新作マフラーついてるんで、はい、こちらの方から先ほど紹介してもらってですね、はいはい、じゃあちょっとそちらのマフラーのサウンドも聞きつつ、はい、ちょっと音を聞いてください。じゃあこれがペケ J の400ですね、ということでマフラーの方もめちゃくちゃいい音しましたね。本当ペケ J のこうマフラー気になる方いたら本当にお問い合わせいただければと思うので、はい、山川さんどうでしたかね。いや、いいです。いいですね。耳がさ、はい、すごい、いい、ビリ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 きますよね、はい、って感じでちょっとマフラーの宣伝とちょっとこのペケ J400 の音をまず紹介させてもらってますけど、からの550も。そうですね、550いきましょうか。いや、めちゃくちゃかっこいいですけど。ちなみに一応キャブとかが一応 CR が入ってて、はい、でマフラーが一応規制前仕様に。規制前仕様にしてます。はい、規制前仕様です。中身は規制前と一緒、はい、な感じにしよう。じゃあかけましょう。これって誰のバイクですか。誰のバイクですか。社長のバイクです。じゃあちょっと極上車両のちょっとサウンド、はい、これ550のですね。ちょっと音の聞かせてもらうと、はい、違うんでお願いします、はい、あ、そうですね、400はちょっと甲高いんですけど全く違いますね、うん、多分55だとちょっとずぶとい感じですね。音の山岡さんどうですか。いや、全く違います。びっくりした。でも違いますね。すごい、うん、いやこれは多分動画で見ててもかなり差が分かるのかなと思うので、うん、結構こう乗り始めの人だからって気になる人が多いじゃないですか。で僕もこう昔に CDX の400と550、はい、乗り始め全く分かんなかったんでやったら結構やっぱ気になる人も多くて、ちょっとそんな感じでちょっとこのペケジェ版でやらせてもらったんですけども、はい、分かったんじゃないですかね。これは僕でも分かります。はい、そんな感じで、あ、じゃあご紹介ありがとうございます。沖縄に来てこうバイクを借りてツーリングとかする方もきっといると思うので、沖縄に来たら、こんなとこ行ってみた方がいいんじゃないかというツーリングスポットをぜひちょっと教えてもらえたらと思うんですけども。空港は中なんで、はい、中だから大体ツーリングって北上、北部の方に行って、あ、上の方、はい、はい、そしたら、まずとりあえず定番は A&W とか、はいはいはい、あとシーサイドドライブ、はいはいはい、で行ったり、あと郡島に行ったり、はいはい、
麗な海を満喫できるコースがおすすめじゃないかということで、はい、昨日になりますけども、あの風川サービスさんの方でちょっとツーリングの方をちょっと開いていただいて、はい、なんとその氷島に行かせていただきました、はい、いや本当にまさかバイクであの沖縄走るっていう、すごい本当にこれ思い出に残るようなあのちょっと経験させてもらったんで、で僕はなんとあちらのゼバーの方、沖縄市ですよね、はい、ちょっと乗らせてもらって、これなんと今売ってるんでしたっけ、もう、はい、販売してるということで、あのこちら見てください、あの僕も乗らせてもらったんですけど、めちゃくちゃ調子いいです、本当にこれレッサーとかはされた、はい、あ、やっぱそうですよね、めちゃくちゃ調子よくて、これが今なんと販売してるということで、これに僕が乗って郡島に行ってエアンドライブを食べてる、先ほど言った満喫するようなコースですね、ちょっとあの参考にしてもらって、来たらぜひ皆さんツーリング行ってみてください。あと沖縄で急車乗りが行くようなお店があるのも聞いてるんですけど、あったりしますか？なんかステッカーとか貼ってあるんですよね。そうですね、琉球 の, あの実行委員の方であったあのマック食堂の光君、あ、そうです、この前お会いしてしまって、経営してる、はい、あの食堂があるので、あの方若いっすよね。若いです、20代ですね、はい、あの琉球のイベント、あ、旧社会のイベント の, あの琉球ですねを主催した方ですよね、はい、満徳食堂さん。そうです、満徳ステッカーとかも貼ってあるんですか？そうです、あのいろんな、チームさんのステッカーとか、はい、で、バイクも、あ、バイク、車も置いてあるんですもんね。あ、置いてますよ。そんな感じで、じゃあ沖縄に来てこう旧車を見たいとか、まあ、感じたいなっていう方いれば、そういうところもありますよね。そうですね、ご飯食べながら美味しいご飯もあるんで、はいはい、あのシーサイドのところ、シーサイド、あ、シーサイドレストラン、あのシーサイドレストランのバイク置いてありましたよ。あります、はい、やっぱそういうところもあるんですね。あります、あのバンチャンネルのステッカーをあるところに貼ってみたので、ぜひ皆さん発見してみてください。発見したらちょっと僕メンションしてください。お願いします。ステッカープレゼントとかあるの？はないんですけど、QR をやってもらったら登録者、チャンネル登録ができるっていう仕組みにはなってるんで、興味ある方はよろしくお願いします。ということで、あのちょっとひっそり動いてる施策が関わるんですけども、あの TikTok で僕見たんですけど、 IQ ジャパンさんが多分投稿したと思うんですけど、めちゃくちゃコールがうまいんですよ。今何年生ですか？5年生お若い社長の息子さんですね。はい、はい、あの今ちょっとこれから暖気をして、ちょっと実際に行動してもらおうかなと思っております。いいですか？緊張しますか？しますよね、しますよね。あの上手いんで、ちょっと暖気してからやってもらいますんで、ちょっとお待ちください。これのめちゃくちゃ面白かったですね。なかなかあのクラッチさばきまでできるので、なかなかないですよね。とちょっと最後にちょっと見どころがまだ本当あるんですよね。てか見どころが、ここ一番見どころですかね。そうですね、今あの自分たちワンオフパーツとかこだわって制作してるんですけど、はい、でいわゆる電装系、はい、に関してもちょっとザ・沖縄カスタム、沖縄カスタム、はい、ならではみたいな、ね、Z 系とかにも多いんですけど、はい、元々のハーネスを全部取っ払って、はい、新しく引き直して、はい、必要最低限なのだけを残すカスタムの手法があるんですけど、それ今バイクとかもありますか？あります。今実際作ってるやつがあるんで。作ってるところですか？はい、これですか？そうですね。あ、じゃあちょっと紹介いただければと思うんですけど、はい、いいですか？はい、ちなみにポイントといってはまずどこになりますか？ですね、でまずは一応バッテリーの方に、これがバッテリー、そうですね、将来バッテリー、一番いいやつです、リチウムのやつ。でもう見た感じはスマートじゃないですか？そうです、配線が全然ないって感じですね。で、ちなみにこの車両は鍵自体がないです。鍵自体がない？はい、あ、ない。だってバイクってここ、ね、そうですね、はい、なんですけど、はい、ちょっと独特オリジナルですね、はい、で、ちなみにどうですか？でですね、はい、これね、そうです、パッシング、パッシング、はい、入力入れて、はい、つく感じです。で、シャットダウンするときはもうキルスイッチで起きて、あ、もうついてた。そうです、あ、もうついてましたよ、気づいたら完全に。で、お、じゃあ操作2ボタンで、そうです、できちゃうと。そうです、もうこの時点で、でも、もうあれ今エンジンかかるんですか？いや、これはまだ製作の、あ、キャンプ自体もついてないです、はい、今からです、っていう感じですかね。
簡単操作みたいな、そうです、ですぐ次にみたいな。そうですね。これやろうと思ったきっかけっていうのは何だったんですか？もともと一応車種にもよるんですけど、特に鈴木系、はい、鈴木 GS とかに関してはもうアース系の回路が弱すぎるんですよね。あ、細すぎる。はいはいはい、はい、で今回組んでるのは FX なんですけど、はい、今後 GS とか、はい、で実際にペケ J にこのあのさっき紹介してもらった600のペケ J に関してもこのハイブリッドのハーネスを組む予定です。ペケ J にもできるんですか？ペケ J にもできます。今時点でキーレスは何の機種が今できるんですか？で FX、はい、ペケ J、 ペケ J、はい、まあ、一応車種に限定とかあれはないんですけど、はい、もう、まあ、お客様からお題いただければ、はい、その車種に合わせたハーネスを制作するような感じです。あ、じゃあ基本的にはじゃあ今後は何でもでき、何のでもできるように大丈夫です。でもこう結構ごちゃごちゃして、そうです、純正のハーネスだと結構ごちゃごちゃっていうか収まりが悪いですけど、はい、見ても分かるように全部リレーとかで制御して必要最低限なハーネスしか配線してないです。このコストも見たことないですね。なかなかないと思います。で今サイドカバー開けてるんですけど、ほぼハーネス見えない状態にしてるんで、はい、でもめっちゃスマートですもんね。そうですね、だいたいこっちにウインカーリレーがあったりとか、はいはいはい、レギュレーターがあったりとかなんですけど、はい、全部ほぼ見えない位置に全部収まってる感じですね。これも依頼があればできます。いいよ。ちなみにこのカスタムも依頼があれば誰でもできるんですか？はい、大丈夫です。依頼があれば。じゃあこれについてはちょっとお問い合わせいただいてね。そうですね、基本的には全部お問い合わせいただいて、はい、僕には僕に連絡いただいてもできないんで、うん、全然分かってないんです僕。はい、伝送に関してプロにやっぱり任せてもらってですね、うん、はい、やってもらえればと思いますね。で、まだあるんですか？伝送以外にも、はい、カウルも既製品を使うとかじゃなくて本当にその車体に合わせたステーを製作して、はい、カウルとかをつけてる感じなので、補強みたいなところですね。そうですね、はい、お客様に、はい、あったプランで、はい、車両の方も制作できると思うの。あれ、旧車としてちょっと困ってる点であれば一回相談してもらって、そうですね、もしかしたら今困っててないものができちゃうことういうことが、はい、まあ、全部あれかもしれないけど基本的に限りなくできるようにすると。そうですね、ちょっとこの本当にこう沖縄でならではのカスタムもいろいろあると思うので、はい、ちょっと本当にお問い合わせいただければなと思いますね。そうです、ありがとうございます、はい、他にもあったりしますか？他にも、当店オリジナルパーツでいうと、はい、じゃあオリジナルパーツ見ていきましょう。バーとかに関してはもういわゆる沖縄仕様のキャリア付き、はい、キャリアのタンデムバーがメッキと、はい、パウダーコート済みの黒で、あ、パウダーコートでやってるんですね。そうですね、やっぱ塗装も強いと、はい、ありますか？ヤフオクとか、はい、まあ、当店に問い合わせいただければ当店から発送することもできるんですけど、はい、そうですね、ヤフオクとかでも購入することできます。じゃあ検索しまえばいいですね、はい、はい、でもーかの YSP のペケジェにもついてるんですけど、いわゆるビート、はい、カウル純正だとまず収まりが悪い、チリが合わない。ああ、言ってましたね。そうですね、実際にこれがさんから出てる本物の純正カウルなんですけど。あ、本物ですか？そうです。まず前とだいぶ型が古いのか、はい、ちょっとやっぱり歪んでる、置いてる時点でもう分かりますか？もう歪んでる状態、はいはい、で実際に車体につけても歪んで見える、はいはい、綺麗にネジで止めても歪んで見える。でこれが今回改善して作った自分たちのテールに関しては分かりますか？歪みがなくて、はい、このいわゆる羽の部分、オリジナルだとやっぱ歪んでるんですよね、はいはい、高さが合わない、はい、でつけてもなんかこうやって見えるっていうのを、ありますよ、はい、全部修正していわゆるカデカーサービスオリジナルのテール XJ のテールカウルとして制作してます、はい、これも受注可能です。あ、可能ですか？はい、県内で制作してます。あ、はい、どうですか？じゃあちょっとこれもね販売しているということでありますんでね、まあやっぱあれですよね、やっぱ昔だからそれなりの、やっぱこの正確性みたいなところで言ったら、やっぱそこの、はい、ペケ J に関してだけじゃないんですけど、はい、月日が経ってるんで、あ、はい、この枠から抜く時のこの型自体が古くなってるみたいで、はい、やっぱ歪んでるものが多いですね、新品でも、はい、ということでこちらもねちょっと販売しておりますので、ぜひ皆さん気になった方、はい、お問い合わせよろしくお願いします。よろしくお願いします。いろんなちょっとご紹介をさせていただきましたけども、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
っと沖縄ならではのカスタムであったり食べ方サービスなんかできないような技術みたいなところもちょっと発信できたのかなと思っておりますので、期待については今後なんか企画されているような企画とかってありますか？今週はとりあえず2発系にちょっと力を入れて2発はい行きます。鈴木、一番鈴木ですね、GSK の部品は結構作っております。あ、もしよければじゃあ今後についてはじゃあその SNS、うん、ホームページの方ちょっと貼らせていただきますんで、2発系興味ある方ぜひちょっと見てみてください。まあ、ペケジェとかその力入れてるっていうのはもうずっと変わらずみたいなところですよね。はい、じゃあちょっと今後また新しい企画がいろいろあると思いますので、またちょっと撮影の方もまたよろしくお願いします。はい、じゃあこんな感じでちょっと金川沙織さんの方を紹介していただきました。ありがとうございました。ワンチャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくね。バイバイ。